ンンズリーグチャンピオンへの道、ファイナルへの扉を開けるのはどちらのチームなのか。準決勝です。準決勝を一つの試合に例えると、前半が終了、いよいよ後半です。まずファーストハーフ見ていきましょう。ウェファチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、インテル対マドリー。マドリーファーストレグをホームで勝利しています。ですので今日このセカンドレグは引き分け以上で決勝への進出が確定します。この柔らかいパス、ロドリゲス早速シュートを打ってきます。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。インテル今のカウンターは危なかったですよね。自分たちが攻めあぐねているということは、相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。ムリージョ縦に送ります。スルーパスを出す、大きく縦へ、裏へのスルーパス、流れを止めます。スペースへ出す、チェックを受けますが動じません。クロス、このパスは流れてしまいます。ファンドレバ、トニクロース。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。サイドを使う、いい展開ですね。ビアビアリ、ファンドレバ、ボールがつながる、ビアビアリスルーパスを出す、トニクロース、縦へのボール、ベンゼマに渡る、バネガー、イカルディ、長いボールを送ります。拾いたい、ボールを追っていく、裏を狙っていきます。マルセロへ、さあ繋がるか。さあベイル、どうだ、来た、どうだ、シュート、いやもうギリギリクリアっていう感じですよね。カゼミロ、カゼミロから右サイド、イカルディ、さあここでカウンター。カゼミロサイドのスペースを使う、メデル、長いボール縦へ、裏へ届くか、ジョアン・ミランダ、マドリー、ここでファウルがありました。43分です。裏に味方を走らせる、イカルディ、しのぐ。さあ準決勝、まずは前半の45分を終了します。前半0対0、マドリー前の対戦で勝利していますので、まだトータルでは優位の状態をキープしています。慎重な前半でしたけども、この後もしっかり守って、はい、チャンスがあれば攻めるという形でいいと思いますよ。なるほど、前半を終了して準決勝、さあ決戦、決勝の扉を開けるのはどちらのチームなのか。得点は動かないまま後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。マドリーとしては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいでしょうね。バネがここでファウルをもらいます。インテル、
ビアビアリ、マネがチャレンジはしません。後ろに流す。フェリペ・メロ、ジョアン・ミランダ、裏のスペースへ。さあクリスティアノ・ロナウド、チャンス来た。切り込むか。ロナウドシュート、ハンダノビッチ、ベンゼマに渡る。どうだ、ミドル、まだある。狙うと、ボールはスルーパス、クリスティアノ・ロナウドに渡る。これは旗が上がっています。クリスティアノ・ロナウドが飛び出していました。これはギリギリじゃないでしょうかね。これもファウルですもんね。メデル、さあ左へ預けて味方を走らせる。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。イカルディ、緩いボール、バネが、ポスト左をかすめてきました。見ろ、インテルとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね、何事も繰り返すことが大事でしょうか。大事なことですよね。フェリペ・メロ、今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。マドリー、選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。オフサイドですかね。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。マドリー、ここで選手を変えます。キーパー前へ蹴り出します。スルーパス、抜ければチャンス。スルーパスを出す、ミドル、まあ、ちょっと遠いかなと思ったんですけどもね、攻撃の一つの選択肢にはなったと思いますけどもね。フェリペ・メロ、さあ仕掛けてくるのか。ハンドレはここで前を向けるか。エデル、ダイビングヘッドでした。足で行かずに頭でっていう選択でしたけどもね。アーチのようなパス、裏のスペースを狙う。ハンドレは、前にもいますよ。ベンゼマ、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、フォワードのポジションにいながら今日はパス回しに非常によく絡んでますからね。相手としては自由にやらせたくない選手ですよね。ハンドレバ、マドリーとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。ボールが上がる、これは直接キーパーへ。
と、ここでイエローカードです。マドリー、これはさっき当たった時のやつでしょうね。さあ交代枠を使い切りますか。さあインテル2人の選手を入れ替えます。フェリペ・メロ、シュートレンジです。フェリペ・メロしのぐ。ゴールキーパー集中しています。このコーナーはどうだ。ヘディング、来た、守護神が弾く、来た、いや先制、インテル、インテルこれでトータルイーブンに持ち込みました。さあマドリー、リードを許したところでファーストレグでの貯金を使い果たしてしまいました。トータルで並んでいます。ここに来て並びましたか。いやー、サッカーっていうものは本当にわからないですよね。ベイル、ここも固い守りでボールを奪います。インテルがここでファールを取られます。これはイエローを食らってしまいます。ペペ、サイドのスペースへ走らせる。戻りましょう。さあ繋がるか。フェリペ・メロ、時間かけずに攻めたいですよね。そして今90分間の終わりを告げる笛、試合は延長戦へと突入します。さあここまでいかがでしょう。もうここまで来たら気持ちの勝負でしょうね。はい、最後まで貪欲にゴールを狙っていった方に結果がついてくると思いますね。そうですね。延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。インテルのキックオフでスタート。マドリー追いつかれての延長戦となりました。フェリペ・メロ、フェリペ・メロから右へ、ここはカットします。長いボールを送ります。モドリッチ、裏狙いましたね。スペースへ出す、モラタに渡る、シュート、ハンダノビッチ。マドリー同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。そうですね、決まっていれば同点でしたからね。はい、相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。シュート、マドリー同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いや、今の止めていなかったら追いつかれているわけですからね。はい、これは今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。そうですね、今のチャンスはものにすることができませんでした。シュート、いいシュートでした。インテル、今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。モドリッチ、ボールはモラタへ、ムリージョ、柔らかいボール、クリスティアーノ・ロナウド、触る、いや、こぼれてる。同点弾は決まりませんでした。マドリー決まってればね、決定的らしいんですよこれ。マドリー、コーナーキックが続いています。サイドを縦に走らせます。お、いい形ですか。
自分で行く。マイナスクロス。マドリー、同点のチャンスでしたが、これはゴールならず。ちょっと頭抱えましたね、今。そしてここで笛です。延長の前半が終了しています。依然としてタイスコアの状況は変わっておりません。そしてここからは選手たちにとって疲労との戦いともなってきます。気力、体力、知力の勝負、制するのはどちらのチームでしょうか。あと15分です。さあ、ご覧のようにゲームはすでに再開しています。さあ、最後まで目が離せない試合になっています。裏に味方を走らせる。マドリーとしては先ほどからなかなかシュートまで行けてませんけどもね。そういう守り方をされてますよね。フェリペ・メロ、組み立てながら攻め上がっていく。サイドのスペースを使います。打つか、シュート、2点目かというところ。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。はい、まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。そうですね。どうだ、シュート、ルーズボール、これはオフサイドです。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。長い縦へのボール、カゼミロ、ペペ、ダニーロ、ブロゾビッチ、ここで笛です。決着つかず、勝敗の行方は PK 戦に委ねられます。ここまでの試合を振り返ってください。疲労も相当溜まってたと思うんですけど、最後まで全力で戦い抜きましたね。まあ最終的に PK 戦となりましたけど、はい、勝負は勝負ですから、うん、お互い納得のいく形で決着をつけてほしいですね。そうですね。見てまいりました本日の試合、延長前後半まで戦いましたが決着はつきませんでした。しかし勝者を決めなくてはなりません。最後まで見届けましょう。スタジアムに独特の緊張感が漂います。さあ、ファーストキッカー、カンドレバ、まずどこへ蹴る。1本目、ここはきっちりと決めてきます。1本目から取られてしまいましたね。さあ、どうする。どうだ、これはキーパー見切っていました。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。ここを決めれば大きく勝利に近づきます。こう決める。これで2ポイントリード。これちょっと大きいですね。マドリー、今のところ2ゴールビハインド。さあ、どこへ蹴る。決めます。キーパー右側、狙い通りだったんでしょうかね。インテル、ここは引き離したいところ。どうだ、読んでいます。完全に読んでた感じですよね。モラタ、3番目のキッカーです。さあ、どこを狙うのか。ボールはクロスバー。悔しいでしょうね。さあ、引き離すのか。コースは、あっと外してしまった。もう少しね、思い切って中に入れていく気持ちが必要でしたね。クリスティアーノ・ロナウド、4番目のキッカーです。さあ、どこへ蹴る。逆サイドに決めてきます。うまいですよね、軽くキーパーを見て。メデル、5番目のキッカー。どうだ、これはキーパー逆を突かれました。
おっと逆でしたね。キッカーがボールを置きます。マドリー望みをつなげられるか、決めるか、止められない。決着はつきません。決着はまだつきません。サドンデスです。どうだ、打ち抜く、行けばいいですからね。いや追い込まれましたね。さあどうだ、決めてきましたね。これやられるとねキーパー辛いですよね。外せば終わりのサドンです。コースはキーパー逆を突かれます。激しいですね。キッカーとしてはね緊張感が増しますよね。決めるか、決められた。サドンデス続きます。これやられるとねキーパー辛いですよね。突然の死サドンデス。さあどこへ蹴る。これはキーパーの読み勝ち。キーパーの読みが上回ってた感じですよね。これを決めれば勝ちですか。決めるか。ここでサドンデスの戦いに決着がつきました。いやギリギリの戦いになりましたね。マドリーチャンピオンズリーグ決勝進出を決めました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。マドリーとしては優勝まであと一つというところまで来ましたね。次の決勝で今日のような強さを見せることができるのか、そしてどんなサッカーをしていくのか非常に楽しみですね。そうですね、ありがとうございます。さあマドリー決勝の扉を開きます。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ウェパーチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、マドリー PK 戦を制して次のステージへと駒を進めます。